はい、どうも皆さんこんばんは、おはようございます、こんにちは。はい、こたパパです。はい、今日もよろしくお願いします。一気に寒くなってね、俺も長袖になったしさ、ちゃんとジーパン履くようになったからね、ハーフパン使ってね、本当にエアコンを買ってすぐ涼しくなって、ちょっとね損したかもしれないっていう、だったら気持ちがあるんですけど、まあ来年ねしっかり頑張ってくれると思うので、我慢していいと思います。はい、で今日の本題です。はい、またちょっとね箱がでかいんですけども、ちょっとあるものを購入してみました。いろいろいじってみてですね、どうなのかっていう感想を皆さんに求めたいと思うので、まあ開けて、セッティングして、で、検証してみて、でまとめていきたいと思います。はい、何入ってるか気になるでしょう。これも置き配だからすごいよね。はい、というわけで本日もぜひ最後まで動画ご視聴よろしくお願いいたします。コタパピいいじゃんそれって思ってくださったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あとね、高評価をいただけるだけでね、僕のね動画作成モチベーションがバキッと上がりますので、この辺も合わせてよろしくお願いいたします。うわ、早くやりたい。じゃあ皆さんついてきてください。あ、言えてないし、皆さんついてきてくださいね。はい、それでは一緒にやっていきましょう。準備はいいですか？はい、スイッチオン。はい、やっていきましょう。私が買ったものは一体何なんでしょう。開けてみたいと思います。皆さん何だと思います？エロ本じゃないですよ、別に。よいしょ。このドキドキはたまんないよね。はい、開けまーす。よいしょ。あ、出た。ちょっと狭いんでね、床でレビューさせてもらってますけども。よいしょ。はい。こちらですね。あ、こうか。こう。うん？右だな。こちらがですね、USB によるコンデンサーマイクになります。ちょっとね、音質の話で、視聴者の人とお話をして、ちょっと音質がちょっと悪いよっていう話があって、で、解消するためにね、まあ、一本持ってれば十分かなっていう。うん、これね、お値段1万円もしないんですよ。はい。で、これがね、ハイファインさんところから出ている、A6T というモデルになります。早速こいつ取り付けてみて、音質ね、チェックしてみたいと思います。それでは、行きましょう。はい、早速開けてみたいと思います。はい、オープン。ちゃんと日本語のね、取扱説明書が入ってます。はい。で、その下にあるのが、お、本体ですよ。うん。で、まだありそうだな。あ、スタンドアームね。はぁはぁはぁ。で、一体全部出しちゃいますかね。と、これがスタンドでしょ？で、こちらが、こちらがクランプですね。あと、こちらがですね、
USB のタイプ A とタイプ C ですね。こちらのケーブルが入っております。で、こちら。こうか。これが本体です。すっげえ軽いよ。大丈夫これ。おもちゃみたいなんだけど。あ、ちゃんとゲイン調節できるんじゃん。はい、本体になりまして、あとはポップガードですね。はい、なんかニコちゃんマーク入ってます。はい、ということで一応中身全部出してみました。そしたらここからはですね、駆け抜けて設置していきたいと思います。ついてきてくださいね。それじゃあつけていきましょう。スイッチオン。いきます。はい、それでは検証していきたいと思います。まずね、今こう喋ってますけども、皆さんの方にはクリアに届いているでしょうか。これがね、一応ゼンハイザーの、マイク、カメラの上に乗っているマイクの音声となります。そしたらね、マイク切り替えてやっていきたいと思います。じゃあ行きましょう。はい、こちらはですね、オブスボット、ウェブカメラになるんですけども、こちらの、今画像と音声を収録しております。マイクの穴が2つ、2機搭載されていて、ノイキャンも効いてるはずなんですけども、ちょっとね、くぐもった感じも前回したので、その辺どうですかね。皆さんの感想を教えてください。それしたらね、今回購入した、コンデンサーマイク、こちらの方を検証してみたいと思います。はい、こちらハイファインさんのコンデンサーマイクになります。音量音質いかがでしょうかね。聞くに耐えるものになってますかね。はい、やってみますかね。パピプペポパピプペポパピプペポ。ちょっと原因もいじってみますね。こっちでいいか。はい、どれぐらい離れればいいんだろうな。 10とか15ぐらいかな。皆さんの元には、どういう音声で届いていますでしょうか。ちょっとね、編集時に確認してみたいと思います。それでは一旦止めますね。はい、それではまとめていきたいと思います。今日はですね、USB コンデンサーマイク、こちらをねセッティングするというものでした。ハイファインさんから出てる A6T でございます。非常にカラフルでね、そそる上がる感じがしてますけども、音質全部比較した結果、まあ全然いけますね。1万円いかないでこれだけの音質が出るんであれば十分だと思います。本当に、ね、ゲーム実況とかそちらの方面でがっつりやる人はお金つぎ込んでもいいと思うけど、僕みたいにちょこちょこ使うだけだったら本当に十分で、全然あれだもんね、ホワイトノイズとか入んないしさ、これ買ってよかった。うん、もう明日以降がっつり使いますよ。ね、
もう僕のね動画やっぱどこにね、焦点を当ててマイクのセッティングしていくかっていうのが、まあ、見る方それぞれ視聴環境が違うわけで、ね、はっきり言うと答えがないんですけど、でもその中で今回の音が大きかった、ね、あと BGM が大きいんですけどとか、そういうね意見コメントいただいた際には次の時にはねちょっと気にしながらこういじってみたりっていうのをしてたんですけども、一つのね、音声を良くするという解決策として、まずねこちらのオブスロット、タイニーですね、ウェブカメラ購入してこれの内蔵されているマイクノイキャンが効くんですけども、これはやっぱりねちょっと空もった感じがしました。はい、だから今撮ってるカメラの上にある、ゼンハイザーのマイクと、新しく購入したコンデンサーマイク、この二刀流でやっていくのがいいかなと思います。もう一つねこちらのね、モニターメイトビュー GT なんですけども、こちらのも内蔵マイクがあるんですよ。ただそれもやっぱりねテストした結果やっぱりくぐもっちゃってる感じがしてるんで、これはやっぱ使えないなと、そういう中でね、1万円を切る出費でも、YouTube のね、私の YouTube のクオリティが上がれば、もうそこにか、ね、もう一点集中ですよ。やっぱり、見てもらうためにはね、それなりの工夫をしなきゃいけないし、ね、ね、T シャツ、デロンデロンので、ね、よくわからない理論を言う人も、ね、たまにいますけど、はい、一応ね私もちゃんと来て、YouTube には真剣に取り組んでますので今後ともよろしくお願いします。で、音質に関してなんですけども、もしねお時間がある方がいれば、音を聞いていただいていいよ悪いよとか、変わらないよとか、さっきのパピーピピポじゃないけどちょっと工夫持ってるよとか、何でもいいんで、もし感じたことがあったら、コメントください。すぐ動画のね作成の方に生かしたい、生の声だからね、その意見を生かしたいので、ぜひご協力よろしくお願いします。はい、まとめは以上となります。本日もね最後までご覧いただき本当にありがとうございました。お、かっこいいじゃんと思ってくださる方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと高評価をいただけるだけでね、僕の動画作成モチベーションがパキッと上がりますので、その点も合わせてよろしくお願いします。はい、もうね設置するでしょ、で USB 挿すでしょ、それだけこんなに簡単な接続はないよね。オーディオインターフェースとかいらないからさ、それで、ね、それでもこれだけの、ね、お値段でこれだけの音質を手に入れることができたのは今回は本当に非常にグーだと思いますよ。はい、また久しぶりにこれ買ってよかったと思った。はい、なので、これからの YouTube、メインはね、当然カメラの方を使いますけども、画面の方を向いているときは、コンデンサーマイク使用していきたいなと思っております。はい。ではね、私とはここで、お別れとなります。次の動画でまたお会いしましょう。皆さんの音楽ライフが素晴らしいものとなるように祈っております。それでは良い一日をお過ごしください。それでは、See you!